坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。よっしゃ、言えた、完璧完璧、やった初です、言えました。すっげえ今気持ちいい。何この感覚。いや、言えちゃった。いや、どうしよう、これはこれで。いや、まあ簡単だったかな、ちょっと簡単だったかな。まあね、こういう日もください。今回ご紹介するのはこちら、じゃじゃじゃん、はい、ネックスエッジスタイル、魂ウェブ商店ということはプレミアムバンダイ、限定商品ですね。はい、そちらからゴーストガンダムということでね、はい、こちら購入しました。ではね、早速、この箱から出してみましょう。はい、ではね、箱の状態まで持ってきましたんで、見ていきましょう。こちらです。いや、めっちゃかっこいい。箱の段階でこれもんですよ。いや、すっげー、この黒とね紫のコントラストがね、すっごいかっこいい。これで、いろいろなポージングがつけられますね。いや、これすげえ。まあ、実際の原作はね、機動戦士クロスボーンガンダム、ゴースト、はい、こちらはね、まあ漫画本ですね。実写とか、実写じゃない、もう普通に映像化をされていないやつですね。はい、もうほんと、コミックとか、まあ、あと漫画ですね、まあ、雑誌に掲載されている、オリジナルモビルスーツです。いやー、これはすごいな。まあ、元はね、F91、ガンダム F91 の、後の物語なんですよね、クロスボーンガンダムっていうのは。なのでね、主人公がシーブックアノーっていうんですけど、 F91 はね、それが名前を変えてキンケドゥナウっていうね名前でクロスボーンガンダムに登場するんですけど、だからまあ F91 の続きっちゃ続きなんだよね、ただゴーストっていうのは自分も知らないんですよね。ただこの機体がめっちゃかっこよくて思わずポチっちゃいましたけどね。いやー、だからね、まあこれがその 主人公機の方わかんないんですよ、自分もよく、誰が乗るやつなのか。ただこのエフェクトとかすごくないですか。デシルバーの機体に黒とパープル、配色が素晴らしい。でこうね、口が開いたような感じもできるんですよね。まあ、ここにも書いてありますけどね、二段階強制放熱時の、フェイスパーツも付属、支援を放つ銀の亡霊を再現。はい、すごいね。だから F91 自体がね、口がね、普通の口、ガンダムの口じゃないんですよね。まあ普通のガンダムの口にもできるんですけど、放熱を発するときにブシューンって開くんですよね。そうすると顔みたいなパーツが出てくるんですよ。それのさらに一段階開くとこうなるって感じですね、いやー、まあちょっとね、うんちくが長くなっちゃいましたね。いや、ちょっと興奮しちゃってね、思わず、はい、ではね、早速、開封していきましょう。はい、箱から出した状態ですね。はい、まずブリスターから見ますと、こういう感じで本体と、まあ、手パーツとかね、まあ、あと顔の別パーツ、はい、で、もう一つの袋にはエフェクトですかね、あとソードみたいなのも入ってますね。 でもう一つが、台座ですね、はい、で説明書。いや、これを見る限り結構パーツ多いな、これ。
まあ、できる限りね、紹介したいとは思いますが、まあ、実際ね、組み立ててみましょう一回ね。はい、はい、実際ね本体を取り出してみました。こちらです。めっちゃかっけえこれ。あのねこのシリーズネクセッチはねほんとね、まあまああのねタイトルの通りネクスエッジっていうだけあってエッジを効かしたね、トゲトゲしい感じで先端をね尖らしたような本当シャープな、造形が売りなんですけど、めっちゃかっこいいんだよねこのシリーズで、まあね、こういう感じで首もいろいろ動かせる。ポージングはね結構自由にできるんですよ。各所が動くんでね。で見るとねすごいね、左目が猫目みたいになってるね、うん、まあこれは多分なんかそういう中二病的なものが発動して俺の邪眼かみたいな多分そういう感じなのかな、わかんないけどね。いやこれはめっちゃかっこいいね。いやすげえな今回のこのガンダムは。普通にアンテナがないんだね、普通のこういうねビューってピューってね V の字になってるね。あれは最初からないんだね。エフェクトかなんかでそういう風に再現してるって感じかな、うん、いやこれはすごいね。いやこれ実際ねクロスボーンガンダムなんか映像化されるっていう噂もあるんですけどね、まあ、実際どうなのかわかんないんですけど、ではね、早速ねちょっと顔のパーツをねちょっと変えたいと思います。はいはい、ということで顔パーツを変えました。はいこちら、はいなんで頭だけ持ったのって思うけど、まあ、ちょっと変えるのにね一回一回こうなんか外さないとつけづらいんでね、もうこのまま変えていきますねこれが普通の、目のパーツですね。いやかっこいいよこれ、ほんとかっこいいなこのシリーズ。いやー実際ね、まあこれをここにこうカンって、まあ、大体このね想像してくださいねもうはい、じゃあね、これのねちょっとアンテナをちょっとじゃあねエフェクトで出してみましょうか。はいはい、アンテナをね、付け替えました。はいこちら、いやもうね胴体つけちゃいましたね なんか後々言われちゃいそうなんではい、こういう感じで、うわめっちゃかっこいい。いややっぱこれやっぱ今回のあれなんだね、エフェクトなんだねアンテナがね。アンテナっていうのかなもうこれ、違くなってる感じがするね。もうね炎みたいになっちゃってるからね。いやすっげえかっけえこれ、うわすげえ。もうねアンテナはね、このまんまにしときますね。もうね、これも買いので、ね、ここカリカリってやると外したんで、ねじゃあこれでね、もう別のねフェイスパーツを付け替えてみましょう。はい、はい、こちらです。じゃじゃんと、うわめっちゃ口開いてる、すっげー悪っぽいな。一気に悪っぽくなったね。でもすげーかっけー、プシュープシュー、勝手に効果音つけちゃいましたけどね、多分そんな感じいやめっちゃかっこいいわこれ。ではね、また別の頭髪にします。はい、ということでこちらです。はい、いやさっきのね、邪眼に直しただけなんですけどね、邪眼のフェイスオープンバージョンですね。いやすっごいわ、もう邪眼にしてフェイスオープンにするともうすごいね。もう悪魔ですよ悪魔でも超かっけえ。
うわすげえな。はい、ではね、もうこれでだいたいフェイスパーツはね、付け終わりましたんでね、まあ、このフェイスのまんま、いろいろと、武装していきましょう。はい、はい、ということでね、追加として、後ろのウィングをつけました。いやすごいだろうこれ、めっちゃボリューム感あるし、何よりすげえかっけえ。何これ、ぐわー、すげえ光の翼みたいだな。うわすげえかっちょいい、やばいなこれは。うわーすっげえ綺麗、しかも綺麗っていうね、紫がすっごい光に反射して綺麗。はい、ではね、別のオプションパーツどんどんつけていきましょう。はい、追加でつけました。わかりますか。はい、肩に、フレームのパーツをつけました。いやこれによってね、うん、もっとなんか炎感が強まりましたね。すごいこのボリュームがどんどん増えていくっていうね、どんどん燃えてくる、燃えたぎってくるぜ。12秒だ。よし、はい、ではつけて、もっとつけていきましょう。はい、これ、はい、皆さんどこかわかりますか。今度は膝から炎出てます。すっげえ、どんどん燃えてくる。すごいね、どこまで燃えるのこれ。うわ、皆さん意外に分かってないかもしれないけどね、これのパーツ付け替えるためには後ろのウィングが重いのかね、ポロンポロン落ちんね。いやそれにもめげずね、どんどんパーツつけていきましょう。はい、付け終わりました。次はわかるかな。よし、見ていきましょう。はい、こちら、いやもうわかるよね。もう胸が燃えてます。燃えたぎってるぜ胸が。いやすっごいな、もうこれ、これ半端ねえわこれ、なんだこれは。こんなモビルスーツ見たことねえぜ。いやーすごいなこのボリューム、やべえだろう。いや中二病が燃えるぜ、俺の中の中二病も燃えてるぜ。はい、ということでね、これが大体こういうその、体につけるパーツですね、うん、もうこれで全部燃やしたと思いますね、まあ、言い方がおかしいかもしれないけど。ではね、武器をちょっとね持たせてみましょう。はい、はい、武器を持たせました。こちらすっげえなこの武器、これはね、クジャクって呼ばれる武器らしいですよ。はい、すっごいね。うわめっちゃすげえかっけえ、クジャクすごいね。いやーすげえ。じゃあちょっとね、もう一つ武器つけてみましょう。はい、もう一つはね、こういうちょっとしたナイフ、はい、こちらですね。はい、まあ、これがね、またね、燃えたぎるとどうなるか。燃えたぎるとこうなりますね。すげえボリューム感、なんじゃこりゃ。めっ
ちゃボリュームあんなこれ。うわもう何でも濃いなこれ。これ負ける気がしねえのこれ。いやすごい。はい、ということでね、ちょっとこれが全パーツということになるかな。じゃあ実際ポーズをつけてね、どういう感じでなるか試してみましょう。はい、ちょっとね手パーツを交換しましたんで、ちょっとねポーズをつけてみました。はい、来たこれ、俺のジャガンガこれめっちゃ似合うなこのポーズ、すっげーかっけーやっべ、俺のジャガンガポーズ、ジャガンガポーズってなんだ、ジャンガジャンガみたいに言ってた。いやこれかっこよくないですか、マジやべえこれ。うわーすっごいなこれ、いやー素晴らしい。もういっそもうこのまんま飾ってもいいなこれ。中二病ポーズでもかっこよすぎだろ、この間から覗く。うわじゃあね、まああともう1パーツじゃねえや、1パターンぐらいね、ポーズつけてみますか。はい、もう完全武装モード、じゃじゃん、うわ燃えたぎりすぎでしょこれ。うわこんなん接近してきたらみんな逃げますよこれ。濃いこれ、なんなんだこれは。素晴らしい。すげえボリューム、ゴーミンとね、炎のエフェクトがこんだけ多彩にあるとすごいボリューム。うん、後ろ見せてなかったけどね、これなんだろうこれね、尻尾みたいな。なんなんだろうな。まあ、原作見てないとわかんないね。いやーすげえ。はい、ではね実際、自分が飾るポーズで、台座につけてみたいと思います。はい、はい、すいません、ついでなんでねもう一パターンぐらいちょっとポーズをつけました。はい、はい、こちら、うわかっこいい。いやこれもうすごいな、このクジャクをね、つけた状態で、フレームソード。うわぁ、めっちゃかっけぇ、これ。やぁ、すごい。いやぁ、これはどうしようかな。どのパターンで飾るかな。もう悩むわ、これ。こんだけどれもぴったりくると。はい。では、実際、飾ります。はい。実際ね、台座につけました。はい。さて、どんなポーズで私は飾ろうとしているのか、皆さん正解を分かりますでしょうか。はい、では見ていきましょう。私はこう飾ります。ドン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 、じゃじゃん、ジャガンガ、俺のジャガンガ。かっこよくないですかこれ。いやもうガンダムだ、ガンダムだからこんなポーズとんのかっていう話ですけどね。実際ね、いやでもこれどのポーズにしてもかっこいいんだよな。まあとりあえずお約束的に私はこれでちょっと一旦ね、飾りたいと思います。はい、これは素晴らしいね。ほんとこのシリーズはね、ほんとデザインが秀逸すぎるよ、これ。
まあといってもね、結構いっぱい持ってたんだけどね、もうちょっと金銭苦で売っちゃいましたけどね。いや、まあちょっとあるのだけね、ちょっと並べてって、あるのだけってもうめっちゃ1、2体しかないけど、ちょっとそれと比べてみますか。はい、はい、ではね、自分が持ってるネクスエッジシリーズ見ていきましょう。こちら、じゃじゃじゃん、大ボリューム、シャアが乗るナイチンゲール。はい、まあ、実際はねサザビーなんですけど、小説版とかね、漫画本だと、ベルトーチカ・チルドレンっていうタイトルでね、シャアはサザビーではなくこっちのナイチンゲールに乗るんですね。すげえボリュームだよこれ。いや、これはすごい。はい、で、するとおのずともう一体は、はい、こちら、じゃじゃ、いや、もうなんだろうな、なんかあるな。はい、じゃじゃ、ちゃんとハイニューガンダム。はい、こちらもね、まあ本作ではアムロが乗る機体はニューガンダムなんですけどね、小説版だと、ハイニューガンダムっていうこっちの方なんですね。一応なんかその小説版でもこっちの正式名称もニューガンダムなんだよね、ただ劇場で公開されて有名になっちゃったあっちの方がもうニューガンダムってなっちゃったから、差別化するためにこっちはハイニューガンダムってしたみたいですね。実際劇中ではニューガンダムらしいですよ、小説の中では。うわ、これもすごくかっこよくないですか。半端ないよな、アンテナのデザインとか大きさとかもね、もう本当男心をくすぐるようなかっこよさを醸し出してるよね。いや、これはすげえ。はい、いや、この3体パーフェクト。もうやべえなこれ。いや、ほんとすごい。いや、ほんともっとこれいっぱいあったんだよ。もう全部売っちゃいましたね。いや、なんかこう最初もうね、この2つも売っちゃおうかなと思ったんだけど、なんかね、すげえかっこよくて、すげえ気に入ってたんですよ、この2体を。で、今ね、ちょっと価格が結構高いんですよね、ネックスエッジの中でもこの2体は。だからね、手放すのが惜しくなって残しておいたんですけど、まあ、どっちしろこれを手に入れたから、これだけじゃ寂しかったからね、まあ、残しといてよかったかなと思いますよね。はい。ということでね、今回はね、ガンダム、ネクスエッジスタイルっていうね、まあ、SD ガンダムですね、ディフォルメのガンダム、はい、こちらをご紹介させていただきました。ぜひね、これからもどんどんね、中二病をくすぐるようなアイテムをね、手に入れていきたいと思います。これを見てね、ぜひね、気に入っていただけたらチャンネル登録、まあチャンネル登録していただいた方で見ていただけましたら、ぜひね、いいねボタンを押してください。いいねボタンを押してください。2回言います。はい。ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。